マイクラ初心者 VS プロ初心者。今日もマイクラしたな。やっと家だよ。鉄とんのとか結構大変だったからね。死にそうになっちゃったから、ちょっとお着替えタイムしてガッツリとめちゃくちゃ強い装備になりました。これで荷物一緒、ネザーライトとかもちょっと取って、インディンゴとかも取っといて、それではサバイバル行きたいと思います。プロ原木取って帰りまっかね。あっちに家があるんで、よいしょ。これが目印誰も気づいてねえんだろうな。初心者のあいつに見られてねえよな。俺んちはこっちなんだぜ。よいしょよいしょ。こっちの部屋に進むと、でれー、このワールドにエリトラほとんどねえから、ネザーライト防具もあいつも絶対ゲットできない俺の秘密基地には招待しちゃいます。でれー、古代の残骸ハウスでございます。初心者キヨちゃん絶対もう取ることできません。危ねえ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 。マイクラ初心者 VS プロ初心者。あー、村探してんだけど、腐肉が3つしかありません。腐肉食べます。マッチ、そろそろ出て。あ、村なんか好きすぎ。タワラちょうだい。タワラないともう走れなかったから。タワラタワラタワラ。これで食料無限でできる。プロ、今日はマインクラフトで村を見つけていきたいと思います。またちょっと待って。私ぐらいになると水バケツでよいしょ着地して村探していきたいと思います。おっと、なんだこれは。僕ぐらいになると自分で道を、あ、水はなくなってしまったが、いくらでも取れる。近くに陸地もないということを考えると、ここで木を取ってボートを作り、海の向こう側の村を見つけるのが特策だな。まあ俺ぐらいになるとボートを作る。初心者の頃は走りまくってお腹をよく空かせたものだ。行ってきます。村が見つかりませんが、おっと、新ボス鉄たくさんある。だからお宝くれ。邪魔だ。わー、たくさんあるぞ。ただしかし死んでしまう。私としたことがもう一回あったぞ。お宝死にたくない。危ねえ。危なかったね。プロはどんな時でも動じてはならない。あ、村を見つけたぞ。マイクラ初心者 VS プロ初心者。やっと村見つけたわ。入ってくるのめっちゃ大変だった。ちょっと待って、めっちゃゾンビいる。どんだけいんの。あっち行ってちょうだい。あっち行って、あっち行って、あっち行って、次だじゃねえか。来すぎだった。ほんとまたつまらぬものを切ってしまった。プロ、よし、山岳に着いたが、ちょっと待ってくれ。なんだあの敵の量は。俺は思いついてしまった。あれをやるしかねえ。まあ俺ぐらいになると、よいしょ、レッドストーンリピーターオンライン、チュン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 、そしてピストンオンライン、スライムブロックオンライン、ピストンオンラインシンクのボタンを召喚、中に GLD をたくさん入れる。最後はスライムブロックオンライン。危ない危ない。レッドストーンリピーター、この位置でございます。それではいってらっしゃい。ホロミのバーストストリーム、行ってこーい。よいしょーよいしょー、行ってこーい。よいしょー、行ってこーい。よいしょー、ゾンビ爆滅。マイクラ初心者 VS プロ VS チーター。初心者、ちょ、食料ない食料ない。豚サイル豚サイル。よいしょよいしょ、お肉ゲット。お肉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 ありがとう。プロ、へへへ、お肉欲しくなったから、こっちに呼ばせていただいて。オンラインオンライン、いらっしゃい、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。チェストにいただきます。ありがとう。チーター、お腹減ってやばいよこれ。牛発見。おいしそうだな、おいしそうだな。いただきます。いや、おいしそうですねこれ。おいしそうですわこれ、本当にね。美味しそうですからね、これ。こうやってやって焼肉いただきます。あー、やっぱステーキうめえな。マイクラ初心者 VS プロ初心者ということで、今日は可愛い可愛いウーパールーパーちゃんを捕まえに来てたと思います。ジャブーウーパールーパー、ちょっと捕まえたい。君は捕まえたい。私は捕まえたい。ちょっとどっち行くんだよ。どっち帰ったら死んで死んで死んじゃう。呼吸しないと死んじゃうから。私はあなたを捕まえます。ウーパールーパーちゃん、こっち行きます。よいしょ、届け届け。ほら、おい、あ、誰だこれ。あ、違う違う違う、ウーパルマツ死んじゃう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 。プロ、本日は皆様に動物の手名付け方をご紹介させていただこうと思います。そう、私ぐらいになると牛たち、バッドオンライン、ボートの上から動画。みんなご飯だよご飯だよ。僕ぐらいになるとご飯はこうやってあげちゃうんです。君たち、ほら、今日のご飯です。喧嘩しない喧嘩しない。僕はやっぱり動物を大切に生きていきたいから、喧嘩しちゃうとよくないからね。ドリフトしながらあげちゃうから、もう出るとこれ終わりだから。出るときはもう神的なスピードでこうやってこうやって出ちゃう。君たち戻りなさい戻りなさい。小麦でこっちに戻りなさい。ダーッハ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 ッ。マイクラ初心者 VS プロ初心者。今回のマイクラアップデート 1.1 発で追加されたこの雪山。もうね、大釜でしかさ、粉雪ブロック取ることができなかったんだけど、これ粉雪ブロックじゃないね。見分けつかないな。あれ、どれ。これも普通の雪なの。おい、雪を沈めてください。私を沈めて凍らしちゃってください。どれがどれだかちょっと分かんない現象はあるけど、ちょっと進んでいきたいと思います。凍っちゃう凍っちゃう。ジャンプできる。あー、助けて。危ない。粉雪を集めやすくなったということで集めに来たんだが、ちょっと待って、どれが粉雪ブロックか今は現状では判断できない。そこで革のブーツオンライン。この革のブーツがあれば絶
対に粉雪があっても沈むことはありません。あ、ちょっと待って、今沈みそうだったが、この辺危ない。粉雪だった。やっぱり川のブーツで行くと大丈夫なんで、もし川のブーツを外すと寒くなっちゃう。皆さん気になったでしょう、ダイヤのブーツだとどうなのか。行きます、せーの、よいしょ。沈んじゃうんです。だから僕は川をダウンで、皆さんも川ブーツ買ってね。マイクラ初心者 VS プロ初心者、やっと見つけました。太陽さんありがたい。チェストの中身お宝まみれだし、めっちゃ金ゲットできないんだよね。あーでも危ない危ない危ない。こんにちは、お邪魔します。すいません、お邪魔します。危ないからね。あった、ちょっと一ついるけど、ちょっと開けちゃう開けちゃう。あーすごい、鉄たくさんだ。痛い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 、やめてやめてやめて、ちょっと痛い、キング通りながら。プロ、ちょっくら本日は金を調達しようと思う。しかし廃業祭は非常に危険。出てくるんだろう、ピグリンたち。うわー、ピグリンたちいらっしゃいますね。そしてこの廃業祭、何を隠そう、金とチェストのお宝がめちゃくちゃ美味しいが見つけちゃいました。チェストを開けるとピグリンさんたちが怒ってくるんでね。ちょっと君たち、君たち本日は平穏な日々を過ごしていただこうと思う。それではいただいちゃいます。召喚ホッパー、危ない。チェストのものいただき放題。ピグリンさん、僕でも見てますか、奪ってますよ。あ、こなるさかい、すごいすごい。皆さんが大事にしてたレザーライトのかけらいただいちゃいました。ありがとうございます。金人参オンライン、ありがとう。ピグリンさんたち、いただきます。バイバーイ。マイクラ初心者 VS プロ初心者、本日ダイヤモンド2個もゲットしちゃいましたんで、友達にバレたくないから穴の中に自分の家作ろうかな。この崖の中に隠し部屋を作っちゃいたいと思います。これでね、僕のダイヤ手作りでございます。この中にダイヤしまっちゃえばバレずに済むし、土の壁を作っちゃう。これで友達にはね、ダイヤ見つからずに保管できちゃいます。プロ、ということで本日はダイヤモンドワンスタックもゲットしてしまったんで、私の隠し部屋に皆さんをご招待させていただきたいと思います。誰にもバレておりません。皆さん、この4分の1ブロック入り方ご存知でしょうか。私ぐらいになるとこれが実家でございます。ここ、ほら見てください、僕の秘密の拠点があります。このマスにボートをオンライン、そしてボートに乗らせていただくと、いやいや、入れちゃうんですよ。これで友達にバレないようにワイヤーをオンライン秘密基地へようこそ。